政治家は宗教法人のことについて触れるのはダメです。選挙分離されてるから。もちろんね、違法行為があったら売れます。でも残念ながら、あえて残念ながらという言葉を使いますが、霊感商法方法なんですよ。実は統一教会の違法行為って何一つ見つからないですよ。いや、それでね、なんかいろいろ批判してる人いますけど、だからそのおっしゃった通り、霊感商法だろうが、そのなんか壺を買わせるだろうが、その相手がね、納得してちゃんと契約書を買わせば、それは合法だから、それを規制するのはなかなか難しい。そうですね、あんまりそこはね、ちょっとブームに乗らん方がいいと思ってるんですよ。要はその心が弱い人とか体が弱い人とかって、やっぱ体が弱い人ってそのすごい定期的に病むんで、何かにすがっていろんな石とか、それはどんどん増えていくじゃないですか。石コレクションみたいなのが、まあ精神的な石もいろんな石も増えていくんですよ。僕は健康なんで全然こう体病まないんで、そういうところにやっぱり行かないですよね。まあそういうこう弱い人たちにはやっぱ付け入る隙があるから、彼はもう喜んでやってるわけですよ、お金出してる人たちはね、はい、でもそれ逆らにしてもしょうがない部分はあるんですね。ありますね。でそういう人たちを食い物にしてるんだけど、それはもう何でもそうで、別にその霊感商法に限らず、まあ、ホストクラブもそうだし、風俗とかもそうだし、AV 女優とかもそうかもしれません。で、まあ、僕とか子供の頃じゃない、大学生の頃とか、もう一番僕人口多い世代なんで、東京大学の駒場キャンパスの校内とか、原理研とあとオーム、まあ、原理研究会っていうのがあって、そこはあれであっち系で統一教会系でね、でオーム真理教もいて、だいたい可愛くてちっちゃい女の子がこうやって覗き込みながら、ちょっと今からお茶行きませんとか逆ナンしてくるんですよ。それで東大の、まあ、オタクの18歳の地方から出てきた頭いいやつをどんどんリクルートにして、だからオウムなんかすごい頭いいやついっぱいいたりする。そうですね、本当そう。あれはああやってやってんだなと思って、うん、だって NHK とかよっぽど厄介だから、だって関係いらないっていう人から金払えってやるから、うん、実は NHK の方がよっぽど悪質なんですよ。もうどんどんどん金払え、裁判するでしょ、うん、片方は祈ります、あなたの幸せを祈ります、あなたの病気が治ります、300万円分かりましたじゃないですか、うん、片方は裁判するぞ、2200万円払えってやってるわけですよ。でもこっちの方は言わないんですよね、 NHK の問題ですが、いまだに。でも宗教に関してはルールは制約は作った方がいいと思いますよ。例えば年収のいく何パーセントまでとか、借金してはやっちゃいけませんとか、だからそれやるんだったらギャンブル依存症もそうなんですよ、うん、もう年収少ない人に競馬は年間何本までしかかけちゃダメよ。だからそういう意味ではマイナンバーカードを作って、うん、そのある程度国が財産のね、管理をしてあげる、もうこの人はキャバクラに行ったりホストクラブに行ってもこれ以上のカードは切れませんっていう形にしてあげた方がいいと思います。でもそれは宗教だけじゃないから。